最も責任政党である与党である自民党とずぶずぶの関係、えー、反共を掲げる反勝共運動、うん、これも統一教会と一体なんですけど、はい、それともずぶずぶの関係にあるというです、ねうん、この問題に入ってまいりたいと思います。えー、国際勝共連合、はい、もしくは勝共運動というなんですけど 国際商協連合っていうのは文鮮明氏が <laughs> だから自ら作ったんですよ。これの重要なことです。あの偽装してやってるなんかダミーじゃないですね。はいはい、だから六十八年一月に韓国で、えー、同年四月に日本で創設、えー、いいですか。ダミー団体じゃないんです。なんかよく偽装団体で、えー、あのーはい、ねフロント企業のようにやるとか。はいうん フロントではありません、うん、あのもうそっくりそのまま文宣明氏の団体です、はい、で日本の初代会長は統一協会の会長でもあった久保木正道、はい、だから兼ねてんですよね、えー、久保木さんというのはずっとこの初期からねあ,あの権力者だったトップに直された方ですね、えーえー、で、名誉会長が笹川良一さん、はい、これはよく戦後日本のまあ大衆欲の,の、えー ですよこの人は戦前戦中から政治家として活躍しててムッソリーニが大好きでムッソリーニをまねを言ってたまあ分かりやすくムッソリーニというのはファシストですから完全なファシストです分かりやすく決して無別的に言うんじゃない。正しく ファシズムを唱えていた方で一旦 GHQ に収監されるわけですね先輩に出てこれるとで戦後は今度は反共運動に邁進して戦後の中での社会の中で右翼運動をやりそして親米運動をやりそして反共運動をやってこの反共を 国際消去連合の名誉会長に、まあ、これは乗っかったんでしょうね自分で作ったわけじゃないですからちなみに72年に笹川さんは反共運動から手を引くと辞任、はいえー、してるそうです、はいはい、で61年韓国で軍事クーデターによって政権に就いたパク・チョンヒパク大統領この間あの辞任したパク・はいえー、クネ 3のお父さんですよね反共法を制定したとこれは南北分断してて北側は一応は共産主義社会主義というものを評判はしています実際は金王朝なんですけれども共産主義に対抗する勝共運動を展開したと国際勝共連合は政権の費用を受けていた 日本の統一教会は勝運動の財政的基盤でありそのり勝運動をやるためこれ運動してたってそれもどんどん金費かかるわけですよね何も生み出さないですからその財政的基盤っていうのは統一教会だからさっきのような人たちがね壺を売ったりあるいはそれもっと前の段階のね花売りだったりいわゆるゴミ拾い廃品回収業だったり。 苦労して集めた金それをこういうところに投げ込んでその一方で不可解なことに北朝鮮への送金の中継基地になったこれ許されるんですか北朝鮮への送金の中継基地でこれに対抗するために作ったんじゃないのこれってこのご都合主義って半端ないんじゃないかなと思うんですけどどうでしょうかこの人が統一教会の初代会長でありね そして国際宗教連合のね会長でもある久保教美さんですね。この方はもともとあの立正佛教会の幹部だった方なんですよね。なるほど。仏教じゃないですか。仏教です。日日蓮宗ですよね。のあのまあ言ってみれば創合学会の対抗版として現れた。そうなんですね。 あのやはりあのその時代その創価学会が、まあ、いろんな意味でその政治との関わりっていうか政治進出を果たそうとしてたんですけどもそれに対して一証厚生会はまあ,あの先祖の供養っていう形で宗教運動をやってたんですけどねこの久保木さんにとってはちょっと不満だったところがあるかもしれません。<う>えー、もっとその創価学会のような形で政治とも関わってですね 社会に、まあ、世直し的なことを、まあ、期待したのかもしれないんですよね。で、えー、そういうところがあったところにたまたま、まああのー、この人を、まああのー、統一教会の,です、ね、そのセミナーに連れて,かれる連れてく人がいて話を聞いたところも、まあ、完全に傾倒しましてでそのことを、まあ、あの立証共生会の二羽、ね、の、まあ、日京さん、ねえー、日慶さんこの方にその伝えたところいや面白いと。 ういうことで、えー、立正法制会の,その幹部青年たちをですね、うんえー、まあ数十名統治教会に派遣してですね、うん、それでその説教を聞かせたんですよ。うん、そうしたらそこでかなり統治教会に入る人たちがいてで入らなくてもですね、えー、自分たちの,あの立正法制会の支部でですねあの仏教じゃなくて統治教会の教員にいているようなことを解き始めるような人が出たらしいんです。 そそれでその庭野さんはいやこれはちょっとやりすぎであるということで、えー、統一教会との関係を切ってですね我々は我々でやるというふうになっちゃったところでまあ久保木さん以下ですね日商合成会でで傾倒ししたたた人たちは出るかかなかったんですよでこの人たちがですね統一教会に入ってその幹部層になったんですね。で、えー、もともとまあやっぱり久保木さんは、えー、その政治的なその動きっていうのをいろいろやりたかったところがあって。うん それでまあこういう役割もですね担っていったんじゃないかなというふうに思うんですよね。う